おはようございます。2022年3月9日朝、まもなく6時です。おー、朝日だー。あー、おはようございます。北海道紋別市の本日の朝日ですね。あー、ずいぶん変わるよね。お正月はここ目の前これぐらいだからね、これぐらい変わりましたね。本日から旭川、札幌、帯広出張行きます。お、朝は結構ヒヤッとしますね。やっぱりまだね、あ、いろいろ動き出してます。ではこれからお支度をしたいと思います。お、アップ行く。おー、すごい綺麗です。ありがとうございます。ありがとうございます。すべての存在思い出たち、今になってつながりが見える。はい、行ってまいります。水滴の結晶さんも久しぶりにできてますね。いっぱいあったね、いろんな柄がね。自然ってすごいよね。水の結晶と同じようにできるけど、この間と柄違いますね、またね。なんか人間でいうと手相のように状況によって変わるのね。すごい。忙しい忙しいね。よかったですね、日の出を見れると見れないとではもう一日が随分違うもんね。さっ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 さと、はい、ニュースニュース、もうギリギリの夢は初恋というか、ずっと何十年も、思いがあった人が出てきましたね。やっぱりほら、こっちに行こうと思うとさ、行かせない、こうなんていうの、力が働くっていうね。あ、もう綺麗、一階のキッチンから見る、この、見て、この日の出の。もうやっぱこういう経験しないとね、あれなんですけども、朝日のパワーが、うわーっとね。もし食料がなくなっても、朝日、日の出からこうずっとね、凝視するんですよ。見て。最初はね、慣れない間は、10秒とかから始めて、そうするとこの消化体にエネルギーがこう来るから、それだけでね、食べずに生きていけるっていう。はい、ということで、過去大好きだった、T さん、夢の中に出てきてくれてありがとうございました。でも申し訳ございません。もう今もう行くべき道が決まったので、美しい思い出として心の中にしまっておきたいと思います。まあでもね、お仕事共演できることがあればぜひよろしくお願いします。というところで、あー、巻き巻きで支度しよう、行ってきます。特急オホーツク号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより停車してまいりますのは
途中上川森のテラスバスタッチ上川ステーションで5分ほどの休憩をいたしますのでご了承ください。なおこの先上川森のテラスバスタッチ上川ステーションまでは下車できませんのでご注意願います。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますのでシートベルト着用など車内事故防止にご協力願います。なおバス車内は禁煙となっておりますのでおタバコはご遠慮ください。特許印紙は先に電話をしなくちゃいけなかったらしい。ある時とない時というか在庫がね、なので10分ぐらいかかるっていうので先にお弁当を買いに行きます。ね、すっかり雪がない感じ、雪ない感じだけど滑るから気をつけないと。天気が良くなって良かったですね。これでうちの屋根の雪も溶けていくのではないかと。くれぐれもスペースがあるから落ちても大丈夫だと思うんですけども、くれぐれもお気をつけください。なんかFacebook とか YouTube とか見てるとウクライナの戦争に関してはもういろんなことを言われてますね。真逆ですね、書かれてることが。ね、ウクライナの人に直接話を聞いた人のコメントだと何も起きてないって何も起きてないっていう回答もあるし、ね、わからないですね。でも何、皆さんがその募金みたいなのをしてて40億円ぐらい集まってるんでしょ。でもし本当に戦争が起きてないとしたら
まあ一種の詐欺ですよね、それは。何が本当かわからないです。ただ、言論調整されていることと検閲が入っていることね、まあ同じかは確実なので、何も信用できない。唯一できることは生きとし生けるもの全ての存在に愛と気づきと調和をというところで、自分の内面を整え、自分にできることを平和な気持ちでね過ごすことを心がけたいと思います。今日から施術の内容が変わって、自立成長大人塾みたいな感じなので、自立成長したい人のみ受け付けるという風になったので、どういう方がいらっしゃるか楽しみです。というところで、あ、これみんなお弁当屋さんなの、よかった先に来て。それぐらいね、お弁当のおかず、お手製のおかず、みんなこうやってさ、1967年ぐらいからあると思いますよ。もう行列だと思いますけど、はい、行ってみたいと思います。お昼の時間です。先ほどのお弁当屋さんの、これでおかずで500円、ライスが大盛りで150円の650円のお弁当です。これからお昼ご飯にしたいと思います。さっきね、自立成長大人塾と言ったけど、まあそれサブタイトルで、今回の旭川のタイトルは変えまして、選ばれる男大人塾にしました。はい、連絡がパタッと今のところはありません。選ばれる男ね、もうその段階でもう選ばれないと思っている人はアクションは起こせませんのでね、どういう方がいらっしゃるのか、生きることに対して、やる気自信つけようと思う人がどれだけいるかっていうリサーチも兼ねてます。はい、新しい世界に移行するときにはそういう冒険は必要なので、楽しみながらお待ちしたいと思います。ではいただきまーす。この間いただきました、日本の天然素材のだしふりかけをいただいてみたいと思います。綺麗な日本人プロジェクトというところの方々が作ってるものですね。焼きあご入り。ちなみにこのお弁当は一度では食べないです。2食分です。ちょっといただいてみます。ちょっとハンディなのであれですけど、いただいてみます。うん。うわ、すっごい優しいお味ですね。食品添加物が入っていない焼きあご入り。美味しゅうございます。ね、こうやって後ろを見ると、ほら、変なカタカナのもの入ってないですもんね。うん。ふりかけが良くないわけじゃなくて、ちゃんとしたものを食べるというところですね。必ずパッケージは後ろを見るというところですね。いただきます。ありがとうございます。